こんにちは。今回ご紹介するのはこちらの小説です。賢者はベンチで試作するという絵、こちらには、まあ、薄めではあるんですが、中編が3つ収められています。主人公は、コンビニに、ファミレスでバイトしている、女の子ということになりまして、その女の子がそのファミレスの常連のおじいさんと出会うことによって、さまざまな物語、事件が起きていき、そしてそれが解決されていく、していくというような話になっています。今までとまたちょっと違うような、まあ、探偵もの、推理ものというほど大掛かりではないんですが、そのちょっとした謎とこの、主人公の女の子とおじいちゃんの関係性、そしてここの表紙にもありますが、この犬たちも絡んできて、なかなか面白い物語になっていました。で、時間も、かからずにパッと読める、面白い物語でしたので、ご興味のある方は読んでみてください。続編もあるそうですので、そちらの方も読んでみたいと思います。以上です。